このチャンネルは南いつきのゲーム実況動画を編集したりしなかったりで投稿するものです。実況が苦手な方にはおすすめできません。あとボリュームを最適にしてパソコンから1メートルは離れて最後までご視聴してください。はい、皆さんこんにちは、一輝です。リーグオブレジェンド実況プレイパート10、いつものメンバーとやっていきまーす。今回私はミッドでカタリナです。はい、次グダグダ、簡単に名前言わなくていいかな。どれやるか言ってね。ああチャンピオン接続なんだけどあ、出たチャンピオン、まだ未接続なんだけど、とりあえず誰からでもいいよ、言っていいよ。うん、じゃあ出てる順で言うと俺アメちゃん、ホラカハイヤン。人によって違うからね、出てんの。俺はまあ全部映ったんだけど、ワイ真ん中なんだけど。そうちなみに砂漠の悪魔スカーナーは野良の人です。スカーナやで、スカーナやるんじゃ絶対砂漠の守護者がいいと思うんだ。そう、ね、早くチャンピオン言うんだよ。まあ、出てるけど一応ね。あれ、俺言ったことになってんの。全員言ってねえよじゃあ、サイオンサポのミステリテンです。アシエニシエのアルスイデュです。トップライズの我が輩じゃ。で、カタリナは対面によって装備変えるんだけど、俺対面誰だった見てねえんだ。でしょ。ティーモ？ティーモだね。ティーモどっち積むか分からないけど、一応分かんない場合は、ティーモじゃない、ルシアンかトリス。ルシアンかトリス。ルシアンがね、ルシアンが残り火だからね、多分ミッドの可能性高い。物理の場合はクローザーまでいいや。うん、でもどっちだ。クロスアーマーっていうのを調べたときに出てたから、それにします。で、なんでカタリナやってるかっていうと、今度のアサシンアップデートで、カタリナがなんかいじられるらしい。いじられる。いじられるというか。なんかするらしいから、いろいろとね。ライズがリメイクされる直前に我が輩が使ったのと似たような状況ってことや。そういう感じ。カタリナはね、普段使ってるんだよね。物理が足りなかったら安を使って、魔法が足りなかったら、これ金もらえるんだ。カタリナやってる感じ。あ、そう、スカーナの人がもらえるよ。今頃かよ。自分で取ったことあんまねえからさ。だいたいミッドの俺が取りに行く感じだからな。俺がトップの方の人が取りに行く感じだから。誰あれ、トリスじゃねえか。マジかよ。タイミングいいもじゃん、別にいいけど思いっきりずれ。これはね、ちょっと攻撃距離がちょっとあれだから、あんま無茶しないようにしよう俺。ってことは AP トリスとかそういうのじゃない。でも多分マスタリーがちょっとあれだからAP じゃないと思う。AP じゃねえとは思うけどね。トリスめんどくさ距離。いや、序盤は短いでしょ、だって。序盤短いけど。いや、じゃあ、もう装備が AP やん。カタリナがね、直接通常攻撃、カタリナ目の前に行かなきゃいけないから、それ考えるとトリスの方が距離長いんだよ。倒せんじゃない？それ。倒せた。トリスめっちゃくちゃ近づいてくるんだけどさ。まあちょっと寄せする。こうか。まあ無茶しないようにしよう。てかトリスミッドとか。我が輩が使ってる時しかイメージねえよ。我が輩使ってんのあれじゃん、コグマじゃん。いや、一回だけなんかトリス AP がとか言ってやってたじゃん。あの時ぐらいしかトリス AP 見ないで。まあ、悪くない。悪くない程度の。わあ、またフラッシュとテレポンミスだ。死ね。トリス。見ないんだよ。なくはない程度だよ、でも正直。
押せ押せ。立ってんじゃん。ゲイリー。あ、最悪最悪最悪。ADC ヒール。あ、ザク来た。ザク来た？うん。ザクトップダメ。ダメ出るって言うの。ウチャじゃねえかよ、それ。ちょっと。そこまで追うのかね、スカーな。フラッシュインスタンス見えたけど。フラッシュインして。アクソ死なねこいつ。ダメだ。うわ、やられとるやんけ。死ぬんかい。そうかい。あ、ザックいるし、やばい。スカーなの。あれ使ったのか。見てなかったわ。ヒールあったのか、あいつ。ヒールだよ、あいつ。ヒール見てなかった。謝るべきは、スカーなだろ。アームがいいって。ファームさせろって。何？え、ターゴン、ターゴン。ファームしろって？ファームしたいって。いや、ファームしたいじゃなくてさ、勝手に来たやん。まあね。言うのやめよう、めんどくさい。勝手に来たからさ、行ったわ。勝手に来て何がファームさせろだ。逃げた方向に打つというね。あ、ごめん、ないのに、ないのに取った。それは何もできねえよ。何よ、俺が何悪いのあれ、うん、俺はもうピン出しねえからだから、だから何でお前来んだよ。つかめ、つかめ。よし、倒したー。まあ、それさえよかったらいい。でもそれは行くよ。切りさつけられてる。何？ちょっと足りねえな。よいしょ。ザックどこいんだろうな。まあ、いいか。ザックは今気にしなくてもいいと思う。おっと。はい。あ、ボトにいる。上にいるじゃねえか。まさかの引っかかるっていうね。今ボットにいるって聞こえたぞ。うん、聞こえた。だってルシアンが異様に攻めてきた。うん、ただ攻めるルシアンってだけだな。これガン、あ、こういう攻めるだけですんげえダメージ受けてきやがったから、ね。なんでルシアン攻めてきたんだよ。今キュア当たってたらお前死んでたぞ。フラッシュ切り出された、フラッシュ切って逃げてったけどさ。でしてやん。え、行くのか。ピン出せないで来んだお前。まあ、トップ側にいいんじゃない。なるほど、ピン出さないで来るのか。じゃあ俺はそれを覚えておこう。それは覚えなくていいと思うぞ。あー、ホームだな。我が輩が来るのか。追えるぞね、ザック飛んできた。飛んでくる。ダメージ交換余裕なんすって。なんで突っ込むかねって思ってんじゃない。あ、これレベル6になったら倒せるな。うん、トリス倒したら下痛いな。当たったし。トリスが見えなくなった。いた、トリスはいるな。待て待て待て。さあ、敵1回目のあれはなかったことにしてやろう、スカーナよ。うわぁ、なんだこの人偉そう。うわぁ、ティーモキノコだ、死ね。ウルト上がった。でも相手のルシアもウルト上がってる。次のウェーブがウルト使ってきたし、瞬間にあのウルト使って止めちゃえばいいんじゃない。あ、うん、
右を投げない方がいいと思うな、今。いけ、スカイバー。取る。取るぐらいでいいか。逃がさねえよ。イエーイ。キモしてる、キモしてる、キモしてる。いけ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 。来てもらっても怖くないけどね。うん、ティモ出てこないな。砲台吹き飛ばした。じゃあ戻ろう。砲台吹き飛ばしてどうすんだ。ティモタワー下が出てこなくなっちった。そりゃそうだろ。開ける。ああ避けられた。よし、死ぬって来んな、てめえ。ホースに2個食い。え何今の。甘いな、俺はポーションいつも小食いだ。なんでや。食いすぎじゃね。食いすぎだろ。そこまで、そこまで頑張るんだ、俺は。750もいらねえよ、かい。ポーションもしくはビスケット5個食い。次だ。それが私のジャンティース。いい船だな。ここで取り添い。導火線にご注意言ってる間にスカーダ登場。いるかな、いるかな、いないわ。取り添い下行ってる。ザックいた。そっちにザックいたか。ザックがいた。なんで言うの、なんで今イキさん暮らしてた。あとで T も行ってる。ボトルボトル。いい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 。ザックがいる。い怖かったんだ今。じゃあ戻るわ。ザックに恐怖を覚えたんだ今。じゃあ戻るわ。ああもうティームで残り火だし。残り火めんどくさいよな。タリックタリック不明。タリック上来た。行方不明。タリク行方不明か。タリクこの辺にワード写真来たっぽい。うん。だ。まあワードを書いて。こいやトリスターな。でああ。やば。ああ全部。対面これだからこれでいいんだけど、ついでにこっち積んどくか。分からんね。で、靴を積むんだが足りないな。今のところまあいっか。よく考えたら、じゃあ攻める。一応 AP だけど、キーも一応 AP だけど。多分タワーおられんな俺。こんな早いの。多分あいつも。こんにちは。さすがトリス。つかザックとねティーモとねトリスに殴られてたさ。ウィウィ。ザック下いるからね。見えてるでしょ、それ。まだいた。見えてなかった。本当だ、いた。じゃあマップ、マップ見た瞬間気づいた。スカーナと一緒に俺は下に行くよ。本当だ、いた。ビビった。ほら、ザック飛べよ。ほら、ザック飛べよ。ザックが飛ばない。復活するぞ、おい。いいじゃん。いい、取った。でかい戦績だ。くっそ。あ、やめとく。やめとくか。帰るか。そう、俺は帰った方がいいな。3人ともヘルスねえし。危ねえもん。いや、
いるわ。トップとミッドに2人いたわ、ちゃんと。いるでしょ。俺それ見えたから帰ったわ。普通に帰りますよ。あー、キノコあるからな、微妙なとこだな。あれ、取り付けたな。青バフもらいに行った？そう。いらねえだろ。よっしゃ。お前、青バフいらねえだろ。こっち来てる。下行ってんの？誰もいねえの。守りに行ったか？あれ、今守っても意味ねえぞ。私は何？私は後方支援に行くって。あれだ、レシアンが何度も死んでるからこっち来たんだ。ああ、そういうこと。そもそも相手ピックさ。えい、3対2。3対2は辛いぞ。間違えた。3対2は辛いものになる。行く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 。多分ね、ADC2 人でパク、2人で確定したんじゃねえの。から来るのはさすがに、ね、当たってんじゃねえかやつ。当たってんじゃねえかやつ。いや、まあでも、ミッド勝ててるんだし、穴がち間違いではなかったんじゃないかな。ジャックがいたぞ。ザック来たの、うん、ザックいるところにワード置いてある。ザックいたわ。オッケー、来たぞ。俺は何を言ってるんだ。どこ、多分ザック飛んでくるんじゃないか。ちょっと飛んできたところに。ほら、そうだ。ああ、あかん。痛い。はい。さあ、なんでイリシがこんな前にいんの。取らないでくれませんかね。取らないでほしいね。同じことしてやった。取らないでほしいね。たく。俺とザック戦ってた横からアメちゃんが攻撃したんだよ。え？だって取るでしょ。じゃん。あいつさん帰ったよ帰ったよ。取ったよ。えい、外した。いや、あーもういいよ。上と外しちゃったんだよ。テレポで飛んできた。また来た、また来た。テレポ来たのを来てから帰る。トップ追ってもらおう、その間に。トップ叩いてもらおう。ティーもいるし。ティーもいるし。ボットにいるよ。飛んだのか。うん、分かりづれば。テレポで。ルシアンが来ようとしてるけど、多分無理だな、あいつ。え、タリックが来ようとしてる。100ドル。うわ、ダック来た。ダック早。ダック早。スカナ帰る？あれ、なんでルシアン帰ろうとしてんの？ダメ？オッケー。帰ろう帰ろう。オッケー。お前は何でさ、ミリオンの中に突っ込んでくんだね。3人いたの。わあ、キノコがこんなところに。え、てか、そこっつうことはあれか？リキさん言ったらもしかしてキノコいたんじゃない？無理無理、ティーモンもいた。3人にフルボックンされたから無理で。あ、じゃあ無理。まあ、生き残れたっていうか何人か道連れにはできたろうけど。おー、来た来た来た。おー、来た来た。さすがに2本目は来ないだろうから、ちょっと。当てとく。リキさん、もう帰って。そこ危ない、そこ危ない、そこ危ない。しかしリコールのタイミング最悪なんだよなこれ。食らったし。でもさ、今ここにいたよね。スカーナ2つ食らいましたね。でも、まあギリギリってところかな。ちょっと急ぐかなとか、うん、間に合ったかな。ちょっと待って、なんか変なのいた。変なのいたって何がいたよ。何何何。されてんぞお前。今ルシアン思いっきりタワーの方に飛んできたんだけど。こっち積んでこっち行く。迷うな。惚れてもいい気がすんだよな。どっちみち積む順番変わんねえんだしな。1個か2個ずれるだけだし。ちょっと待ってね。トリスそれしか積まねえのまだ。ん？でもジール積んでるあたり結構金稼いでんじゃん。トリス。
まえたぞじゃねえんだよ。やめて。行く。あー、くっそ外した。あー、撃ってもな。ルート撃ってもな。ルート出すだけでいいか。あー、もう。なんで変なとこ撃ってんだろう。アポのウルトと ADC のウルトだったら ADC のウルトの方が断然勝ちたいからね。ザックがミッドに遊んでる。とりあえずザックが見つけとこ俺は、まあ、ADC のウルトってかなり火力高いの多いしね。下に行かないやつとか。大ダメ。でもルシアンもうなんかルシアン、ルシアン何これ。何待って、ルシアン何これ何これ、さっきから当たりまくんだけど。あいつザックこっち消えたから下行った可能性あるよ。ワード壊すからちょっとアメちゃんこっち来て。これ敵がいないとシールド発動させられないってのが嫌だね。やいた、ザックいた。うん、でしょうね。それ知ってる、下行ったと思ったもん。来るぞ、これ来るぞ。あ、多分な、多分ね。これ来るぞ、次来るぞ。下行ったって言ったでしょ。はい。外してんじゃねえかやてめえ。ここに行くよ俺。直で降りてくからね。なんだよ。やつだい。よし。ザックは抹消できた。今スカーナーに入ったな。ザックは抹消できたぞ。あ、その代わりに、その代わりに人が。ミッドがね。いるあれ。永遠のパワー2本がやばいよ。こんなんミッド2本も取られたら意味ねえよ。キル2本取っても。ガンクいらない。ロームいらないって言った方がいいのに、なんでガンク言ったんだよ。だってそもそもガンクとロームの区別がついてないんだよね。ついてないから。そもそもね、やらない方がいいよ。どこ行ったの？うわ、なんかいた。なんかいた。トップにいるか。トリスいた。多分上。トリス行ったの？いた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 。キノコ何やってん？ああ。取ってなーい。ああ、スカーナーがやばい。もう、だってスカーナーミッドで CS 取りまく取りに来るからさ。ガンクに死にて、ザックがいた。ザックさん、ザックさんがいた。トリスのトリスがやばいな。トリス火力どんどん上がり、トリスが育ちすぎて勝てないんだが。つうかさ、ミッドで CS 稼ぐお前が言っててしょうがねえだろう。止まんない。二人下行ったよ。はいよ。俺は有利なんだからトップ来いやっていうな。そう。だから悪い。ミッド捨ててるからね。アメちゃん今帰るのちょっとまずいか。ちょっと帰ってダメだ。でも。あれ見えなくなったな。よ。ああ、でもどうしようかな。アーマーとビジョンはどっち優先さ。あ、これかな、枯れなくていいや。いいや。ティーモがいるよ、トップ。スカーナはそれが見えてないのか。まずそっちよりもトリスを撃破という使命を与えられて。アホ野郎、まあ、殺すには殺すけどってところか。殺すけど死ぬよってやつか。ダメだよ、まあ、それは逃げたんだ。見たの。ザック来るのは分かったけどね。別に買い物してんだよな。真横からウルトで入る。ん？タリック、タリックこの上の草むらの方に行くから。あ、いけるいけるいける。タリックな。はいよ。おう。バカでー。あ、何これ。どうした？ティーモンも育ってる。
キーモは何ですよ。え、ミッドのタワー日本語で族一人通り。あ、そうか、タワーのゴールとか。だこれはティーモ違う。ティーモじゃねえよ。トリスだろ。ティーモ、ティーモもタワーの金入ってるんだって。ああ、そういうことか。全員に入るんだから。あ、そうなの。ザク来たぞ。ザク歩いてきたぞ。あれ？なんで？やる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 。はい。倒しました。落ちちゃった。ザク下いた。やめてんじゃん、見ときくよ。わぁ、いいもん。いいもん。こっち狙いやがった、マジで。ザク来てる。ザクが戻ってきたんじゃねえの。俺大好きよね。自分から。自分のダメージが。ザクいるな。トップ押すわ。戻ってきた。残念。やるなぁ。起きる4足なんだけど、ちょっと待って、スカーナがやべえな。まあいいか。とりあえずこれをし、ウシャン、これドラゴンにやってたるからな。あ、トラゴン、頼む、逃した。ここでティーボ消えたよ。我が輩そっち行ったから気をつけて。うん、スカーナはなぜ使ったんですか。スカーナは何がしたいのよ。スカーナは語りなバカじゃねえのっつって遊びたいだけだろ。言えるわ。取り潰ししよう。下行くよ。で、ただあの体力の、あいつは何もです。さあ行こう。今押して。ああ、はい、がまずい。ワード割りたいか、タワー割りたいわ。ねえ、本当にミッド捨てないで、本当に死ぬから。あ、ロームはもういいから。引き返ったじゃねえかよ。はい、引き返った。ね、マジで？あの、生き返った。ティーモと二人で来るからな。ザック死んでなかった。ザックパッシブ効果、パッシブ復活。ザックのパッシブ。見えてなかった。離れてタワーから。いや、なんで切ったし。なんで俺と切れたし。倒したし。一人しか殺せんかった。で、倒したし。ただこれであれだよ。今、チームガッツ見せれば、これタワー割られるよ。ああ、もう。割りには来なかった。なんでいい日々割らないんだよ。ただもうちなみにさ、これがどうやってさ、アップデートしたときにどうやってあの攻撃のさ、ルートが可視化されるの？一応なんか説明みたいな、可視化されるって書いてあったのがわからねえんだよな。当選者が最後まで見れるってこと？取れるし、どうしようもない。そうなんだ。なんかそう書いてあったんだよね。ああ、どういうアップデートかわかんねえんだよな。わかるかどうかわかんない。オレリオンソルの遠距離ローム。はあ、あれとか、あ、あれが、ああいうのが。わーい。何？ここにいっぱいいる。受け取ったし。あー、チェックソー、ルシアン倒すので精一杯。外れた、なんで俺と外れてんのよ。いっぱいいる中のところに撃ったのになんで俺と外れんのよ。知らんがな。これ微妙だな。バカで、お前集団戦の戦う性能ないのに、集団戦で戦う性能今持ち合わせてないのに集団戦参加してる。 Y がなかなか強かったぞ、うん、それね。ルシアン殺すのが精一杯だったんだけど、ひたすらフラックスをね、あのタンクにかけてね、周囲にばらまきまくったら死んだ。もう一本おろ、もう一本おろ。ルシアンだけじゃどうしようもないだろこれ。
ルシアンが来たときに腐ってルシアンは腐って帰り討ちにできるでしょ。ルシアンどうすんの。僕ら帰ろう。帰る。ルシアンのこの装備はどう考えても、ルシアン装備何もルシアンのいつものルシアンっぽいんだけど、あの基本的なルシアンなんだけどさ、どうすかねそれ。多分ルシアン初めて買った人はこういうビルドを大体する。で、大体そういう人って大きい。おすすめされてた。ああ。俺行かねえの？え、先に多分、先に。いるだろう。いっぱいいるな。食える？ドラマへの試合始まるぞ。ドラマへの試合する？来たぞ。全員逃げてんじゃねえか敵。ゴーゴーノー。何やどっちやねんお前は。どっちがいいどっち。多分ノーノーだと思う。ノーゴーだと思う。やり始めたし。始めたぞ。誰か見っと。弱いね。助けてよ、なんで助けないのよ。誰も助けに行かんのかい。痛い。助けドラゴンが痛い。倒すんだ。ジュラは取るんだ。あとトリスも消しといた。トリス倒したの。なんでダメタンク。無理。それは無理。俺は買えねえな。みんな死んでんのな。死んでるよ。で、てかさ、ザックを。ザックをさ、ザックを守らず。フォーカスを迷った俺は。だからザックとあれやらなきゃダメでしょ。ザックと超戦ってたし。俺もやってたよな。リキさんよりも自分の方がダメージだけだった。ワイトリス頑張って倒したの。狙うべきどっちかな。ザックルシアンルシアンか撃つよ。あ、これルシアン死んだわ。忘れたー。でもいけ。はい、外れた。誰にも当たらないってやば。マス。他が見えないんです。まだお前にキルを与えん。ザックがいた。あんなところにザックがいるね。ここに。来ないな。うわぁ、採用になりたくない。大丈夫それ。余裕。飛んでくる。知ってるよ、見えてる。お、復活。お前はどこに撃ってんだそれ。はい。今びっくりした、どこに撃ってたあれ。なんかいい。ちょっと待てよ。いや、先にタワー折れ、ボケが。うん。ちょ。なんでルシアン、そっち撃ってんだ。ウェイ。ああ、でもこれだったらバロン行ってもよかったね。ワイがボットで寄せとくからその間にやっていて。うん、叩いた。いやー、今、ルシアンのウルト。タリック来たんですけど。タリックは来たよ。タリック見張ってるんですけど。あ、じゃあボット折っとくわ。じゃあ。
こんなん無理だから。まあ無理だろう。逃げてほしい。あ、逃げるわ。帰る。じゃあ逃げていいよ。ここから帰れるだろ。あっしはじじ、あっしはじじじ逃げたのか。あのね、フラッシュで逃げた。ゴーってどっちなのかわかんねえから紛らわしいのこいつ。それね。多分逃げろってことなんじゃねえのこれは。じゃ逃げろってことでしょ。オッケーって言ってるし。ゴーを逃げろっていう表現で表すのに。飛ぶわ。これはちょっと無理。どうなん。ああ、持っていくわ。が一人でフラッシュ。フラッシュ早くね、あいつ。で余裕ですね。だってあいつなんで近づいてきたのか不明だったもん。待った、なんでウルト使ったし。大丈夫、1分で使えるようになるから。焦ったぞ今。あねえ、ウルトのレベル上げようとしたらね、ああ押しちゃったってことですね。ウルトをクリックしたっぽい。あ、いいもん。さすがに帰ったかな。ティモ上にいるな。ザクがいる多分。ザクザクいるじゃん。寄れよ。寄ってるよ。お前足でなんかなんとかなると思ってんじゃねえだろな。なるに。いて。どうした？あ、ごめん。押してんのに。押してんのに間に合わねえんだけど。ごめん、サラリーも結構間に合わなかった。うんうん。ゾーニャが間に合わん。これボット行ってみっミッドミッドガン。じゃミッドやっていきます。あ、ミスった。うわ、マジか。最高。すごい。こんな感じ。てか、タリックが、タリックが守らなかったのがちょっと今の原因だろうっていう。いや、多分、こんなことは思わなかったな。まあ、爆発するもん。爆発するもん、ウルトだった、うん。ちょっと青葉もらうわ。あ、いろいろこっち来る。いろいろこっち来る。あ、死んだ。フラッシュ切った、あいつ。あれだ、これタワーブラストなんだ。来た、飛び込むところ違うぞ。それ飛び込むところ全然違うぞ。後ろ後ろ後ろ。しゃあ。いや、我が輩は突っ込んでくる。体力多くね。体力多いんだけど。こんなに体力多かったっけ。ザクよりもタリックじゃねえ。ザクよりもタリックだったんじゃねえ。ちょっとリックから耐えてくれ。無理。いいか。あー、DD も無理。ダメか。引くわ。シュッ。ていうか、さっきなんで俺あんなキル取れてたんだろうな。なんで取ってたんだろうね。見えた。危ないと死ななかったのか。死ななかった。残りたい。死んでなかった。あのね、多分ガードした。ガードした。ガードしたの？ウルトしたか。ウルトかな。回復したか。どっちだろう。見てみて。5532ゴールドも溜まってんのかい。まあダブルキルも取ったしね。この金の数は分からん。今のっていい？
現在持ってるやつじゃないの？違うの？現ん？イーモがいる。あー、ドラか？あれドラーだね。ドラーだわ。よわー、ダメ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 。行かない方がいいかもしれない。行かないけど、スカナマ一人で行ったよ。行くの？マジで？行かねえだろきついかな。行けねえよ。誰もいねえのに行けって言われても行けねえよ。そう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 。そこ戦う？夜。こっち来んなよ、マジで。結局死んでるしさ、崖だし、崖。かけた結果、結局死んでんじゃん。回復しすぎ、やば。うん。どうせですかな、黙ってろ。死ね。暴言。ザクが。帰った。ザクかてえな。あ、いいだ。ミト。さすがに倒せないだろ。破壊されました。さよなら。入れるんだ。トップ割りに来そうだな、これ。タリクが上行って、吉岡が上行って、トップ割りに来そうだな。タリクだけ来たけど。いる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 。貴様無理に行かなくていいぜ。バロン行った？行かねえだろ。バロンはそ、あ、行ってる。バロンの前で遊んでる。ティーモがいる。ティーモがいるとやっけ。結構ね、あ、バフかられてる。ザクが来た。あ、もうトリス、うわ、ギリギリで無敵された。復活する、復活するぞ。何やってんの、スカーナはトリスに対して。スカーナはどうした、スカーナ自分だけ聞くことに何言われてんの。これ敵とかするやつな、敵をとかするやつか、うん、最初に狙われるんで、それはどうね、どうなんのか、うん、てか誰に起こされたっけ、あれじゃん、トリス、トリスか、あのね、逃げた方向にトリスいいんだよ。そうそう、ああ。俺ルシアンに殺されたっけよな。ルシアンのウルトとザックのウルトとティーモに攻撃されるんだよね。キさん一気にウルト使っちゃって一回。一気だけに無理だろうけど。使う？無理だろうけど。復活できたらね。しょ。どうタリックどう。タリックにタリックの。それでは今回はここで終わりにしたいと思います。ここまで見てくれた方ありがとうございました。 Twitter のフォロー、チャンネル登録いかがでしょうか。次回もよろしくお願いします。